首都史跡母軍首都史跡母軍は、福岡県糸島市大技市都技坂本に所在する、弥生時代の外来母星である。1954年3月20日、国の史跡に指定される。本史跡母軍は、糸島半島の付け根に広がる糸島平野を流れる、随売寺川左岸の中石平野の備高地にある。本史跡母軍は、弥生時代前期から中期と推定されている。 糸島市内には、新町遺跡、首都神社遺跡、小田史跡墓、曲がり遺跡、三雲加害市遺跡、伊田おこもり史跡墓、石ヶ崎史跡墓、千里史跡墓などが分布している。糸島平野は、義手は神殿の百余国の一国と想定されている、糸国の所在地とする説が有力で、その応募と推定されている、三雲遺跡の亀冠墓から、重権、聖白明教、 重建社格神なり文体、静白明鏡、原古文、静白、明鏡などの全館鏡35面とともに、ガラス壁、気、近藤四葉座色金具、ガラスマガ玉、九玉、細型銅花、中細銅花などが出土している。また、弥生時代終末期の平原遺跡、旧藍山古墳があり、さらに、稲作開式の遺跡として、最近調査された。 石崎曲り田遺跡がある。糸島市は古くから史跡簿の上石らしい大石が水田や二十歳に散在して露出しているところである。首都地域でも高地整理事業に関連して1953年に短期間発掘調査が行われ、10基の史跡簿と8基の亀管が確認され、そのうち史跡簿4基、亀管簿8基が調査された。 史跡簿の石材は、紙石に、花崗岩や玄武岩を使い、内部は石敷き、石囲い、土工の3種があり、それぞれ1から3国の史跡で、南方式である。また、亀冠墓は、短式筆技と、愛口式である。副装品は、6.8号史跡簿から、惰性、魔性石属がそれぞれ4.6本が出土したのみで、貧弱な内容であった。ありがとうございます。